キュリーはアメリカ合衆国の航空宇宙企業であるロケットラボが設計、製造する液体燃料ロケットエンジンである。無毒性のグリーン推進剤を用いる一液式エンジンで同社のエレクトロンロケットの第3弾と衛星バスフォトンで使用される。水力は120ニュートンで、非水力は非公開である。2018年1月21日に スパイアーグローバル社が製造したキューブサット型の気象、船舶監視衛星リーマー -2 を遠軌道に投入する際に初めて使用された。これはロケットラボにとっても初めての軌道投入ミッションであった。小型衛星を所定の軌道に投入し、小型衛星による衛星コンステレーションを速やかに構築したり、衛星を画像観測に、 適切な位置に送り込むことを目的に設計された小型液体ロケットエンジンでポーランドの科学者マリ・キュリーにちなんで名付けられた 3D プリント技術を用いて製造されるエレクトロンの第3弾には独自の姿勢制御システムアビオニクス電力通信システムが装備されているキュリーは2018年1月に初飛行したがこの際に第3弾で プラネットラブス社の地球観測衛星ダブを軌道に投入した後、約40分間完成飛行を行って再転化する軌道実証を行った。テスト後、第3弾は軌道上に放棄されたが、ロケットラボは今後の打ち上げではスペースデブリにならないようペイロード分離後は軌道から離脱させると発表した。 ロケットラボ自身は一液式推進剤の詳細を公開していないが、同社はアメリカ国防高等研究計画局の資金提供で無毒性の粘性一液式液体推進剤を開発しており、2012年にはデモンストレーションを行っている。2020年8月にロケットラボはキックステージではキュリーの推進剤として二液式推進剤を使用するとした。 ロケットラボはキュリーの水力向上版であるハイパーキュリーを開発している。2021年に飛行する予定の NASA のガッツ機動衛星キャップストーンの打ち上げで使用される予定である。ありがとうございます。